はい、どうもケンジでございます。今日紹介するのはカメラバッグ。はい、今回、新しいカメラバッグを購入いたしましたので、そちらの方をご覧いただきたいと思うんですが、その前に今まで私が使ってきたカメラバッグの紹介をまずしたいと思います。それでは行ってみよう。はい、私が使ってきたカメラバッグですけれども、一番最初のカメラバッグっていうのは、私が、ペンタックスのフィルムのカメラを使ってた時に、一緒についていたバッグがあります。もうこんなねちっちゃいやつですけれども、そのバッグは今手元にはありません。私の後輩がね、カメラを買いたいということで、カメラを買って今写真をね、撮ることを趣味にしてるんですけれども、で私がそのバッグをね、とりあえずこれでも使えということで、あげましたんで今手元にありません。で、そのフィルムのカメラを使った後にデジタル一眼カメラに移っていくわけなんですけど、ニコンの D40 をのダブルレンズキットですね、を購入した時に買ったバッグがこちらになります。はい、こちらの、コスモというまあね、そこまで大きいバッグではないですけれども、まあAPS-C のね、カメラとレンズ2本ね、キットレンズですけどもが入る、2つのレンズをね入れておくには十分かなというところで、買ったものです。そしてですね、それを長いこと、まあ、5、6年ですか使ってきて、いよいよフルサイズですね、ニコンの D600 を買ったわけなんですけれども、その時に買ったバッグっていうのがこちらになります。はい、大きなバッグです。こちらがキングというボタンがありますね。見えるかな、これキングっていうところのバッグです。これね、よいしょ。さすがにフルサイズでレンズも大口径になるとね、さすがにちょっと大きなバッグ、深さとかね、スピードライトとかも入れたりとかして機材もちょっと増えてくるので、大きなバッグを買ったとこういうことになります。そして、ミラーレスですね、ミラーレスを買って、まあ、ちっちゃいレンズをね、つけて、でまあカメラもちっちゃくなってるんでね、まあ、それをちょっと入れて持ち歩くという時に使ってるのが、一つはこちらです。こちらのカメラのラッピングクロスですね、こちらもキングさんですけれども、こちらのラッピングクロスにカメラをくるんで、でカバン、いつも使ってるカバンにポンと入れておくっていうのが一つと、はい、でその時に買ったのがこのエスハイムですね。エスハイムのこのバッグ、ポケットがいろいろついてるんですけれども、こちらのエスハイムのバッグを買いました。はい、でね、まあこんだけバッグあれば全然問題はなかったんです。普通に写真を撮る分に関してはですね。でまあカメラをね、2台とか持っていく時でも、この大きいキングのね、バッグに入れておけば全然問題はなかったんですけど、最近になって動画を撮るようになったわけですね。で、動画の撮影をするとなると、また何かとこう、機材をね、必要とするわけですよ。で、まあ、今まではポートレートでね、こう街角スナップみたいなのを撮ったりとかするぐらいで、で
もう三脚も持ってなかったぐらいなんですよね。なので、まあ、一応ちっちゃい三脚を買ったりとか、あのスリックの三脚だとか、今ここにベルボンの一脚ですね、自立型の一脚を今使ってますけれども、それを買ったりで、フルサイズ用にマンフロットのね、ちょっと重さにも耐えるやつを買ったりとか、したわけなんですけれども、さすがに動画を撮るとなると、ノートパソコン今こう後ろにあるんですけど、まあ、MacBook の Pro ですね、15インチありますけど、その辺もやっぱり持っていかなきゃなということになってくると、一応ですね、まあ、はい、こちらのね、開く PC バッグミニ、こちらにもね、まあ、ノートパソコン入れておくことができるんですけど、やはりできるだけ、バッグ、まあ、一つにまとめたいとか、一応、まあ、キャリーカートですね、あのキャリーカートに、まあ、このバッグとかをこう乗せてね、ゴロゴロ引いていくっていうのも、あるんですけど、まあ、前々からちょっと欲しかったっていうのもあるんですけど、カメラリュックバックパックって言うんですかね、リュックが使ってみたかったなっていうのが、あって、まあ、私の周りの、まあ、カメラマンの人たちでリュック結構使ってる人が多かったんですよ。で、私もまあいずれちょっとね、レンズの本数とか増えたりしたらリュックにしてみるかななんていうふうにも思ってたんですけど、でいろいろ調べてたんですよ。いろいろ調べてたらリュックでいいのが見つかったので、買いました、はい、で今回どこのリュックを買ったかというと Amazon Basic です。 Amazon Basic のカメラリュックの、いくつかある中の、58リットルですねのものを買いました。はい、こちら、大きいです。はい、こちら Amazon Basic、はい、はい、この Amazon Basic のねバッグを買ってみました。21.1 リットルっていうのと、この58リットルですね、リュックはこの2つです。で、それと、スリングバッグっていうんですかね、あのスリングバッグって言ったら、ボディバッグとメッセンジャーバッグの間ぐらいのやつっていう位置づけになるんでしょうけど、よくこの言葉がまた分からなくていろいろ調べたんですよ。スリングバッグ、スリングってなんだとかね。で、スリングっていうのはまあつるとかいう意味らしいんですよね。で、スリングっていうのを、言葉がついた言葉っていろいろ見たら、あの赤ちゃんの抱っこ紐っていうのがベイビースリングっていうらしくて、まあまあそういうことですよ、ね、まあ、とりあえずそのスリングバッグっていうのも、7リッターぐらいだったかな、うん、で、スリングバッグっていうのが 7.7 リッターのが1つ、うん、で、ショルダーバッグっていうのが2種類あるで、コンデジ向けの、まあ、ちっちゃいケースが一つと、あとホルスター型っていう、まあ、レンズついた状態で一つ入るような、7.8 リッターかなっていうのが一つと、リュックがこの2種類の、Amazon Basic では計7種類のバッグが、一応パッと見た限りでは、ありましたので、その7種類の中から、まあ、このリュック、大きい方のリュックを選んだということになります。で、他メーカーのね、例えば、マンフロッターとか、ね、ナショナルジオグラフィック、あと、バンガードとかね、まあありますよ。あと、まあ、アクセサリー関係の、まあ、白馬さんとかね、まあいろいろそういうところ、あるわけなんですけれども、まあデザインに関してはね、まあ他のメーカーのものがいろいろ、まあ、見た目もね、かっこいいものとかいろいろあったり、機能的にもね、もっとなんかいろいろ
充実してるようなものもあったりとかね、いろいろあったんですよ。いろいろあったんですけど、私にはもうこれで十分だというところで、こいつの特徴っていうのはラップトップがラップトップ仕様であるということで、ノートパソコン入れられる仕様になったリュックであるというところですね。ですので、17インチまで一応入るということになってますので、私の MacBook Pro 十分入るということです。でね、今度はね、この中身も見ていきたいと思いますが、それはね、後編で、ね、実際の中身と、実際に中にこうカメラとかね、レンズとかちょっと詰めていきたいと思います。そちらの方は後編でお送りしたいと思います。とりあえず前編はここまでとしておきたいと思います。それでは後編もご覧ください。それではまた次回。